こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も主婦の友社出版の前後便利帳から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は十方世界一段の鉄です。出典は前輪類従です。十方世界とは全世界ということです。その全世界が一個の鉄の塊だという意味です。この世のすべてのものは他と緊密に結び合って存在しています。一つ一つの網の目がつながり合って、一つの大きな網となるように、ありとあらゆる存在はお互いに密接に関わり合って存在しています。これが縁起の法です。お互いに無関係なものなどありません。世界は一個の大きな鉄の塊のように堅固につながり合っているのです。それでは今から十方世界一段の鉄を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。